ルプスの山を裂き現れる二大怪獣、その足元に広がる暮らしが破壊されていく。取るに足らない男の小さな幸せは花を咲かせることができるのか。次回、ウルトラマンブレイザー損保ヒーロー、懸命に走る先に見えるものはあるか。